皆さんおはようございます。農研機構の横井です。今回本当この回はオブザーバーとして、参加するつもり気は満々だったんですけど、坊野さんから「お前恐れ多くもお前しゃべれ」ということで そういうふうに、言われましてですね、じゃあということで、お招きいただきました。ありがとうございます。まあ他の皆さんとちょっと違っててですね、どっちかっていうと、その 僕ももともと中里さんが昨日ですね、僕はウェットからやったんだよっていうところで、まあがっつりやられて、今はもう達人クラスになられてると思うんですけども、僕はまだまだ全然、インフォマティックスを仕事にしてますけども、全然まだまだ初心者から毛が生えたぐらいで、でも全くゼロからスタートした時に、まあ、どのようなものを使って、まあ、スキルを身につけたか、そして、まあ、それがどういうきっかけで、その学ぶきっか、あの学ぶことに至ったかってところを、まあ、少しお話しさせて、研究というよりかは、まあ、ちょっとキャリアの部分もすごくあって、まあ、これからインフォマティックスやろうかなっていう方にとってはすごくいい話になるんじゃないかなというふうには思います。一つよろしくお願いいたします。で、まあ、私の研究の歴史っていうことで、まあ、もちろん昆虫を使ったウェットの実験をしてきたわけなんですけども、 まあ、こんな感じでですね、アワヨトっていう、後で紹介話すんですけども、アワヨトっていう鳥目のですね、害虫、芋虫の害虫をですね使って、まあ、免疫の研究をやってまして、でその後、まあ、ちょっといろいろあって、コックヌストモドキっていう、好中目の、ゲノムが分かってて、 RNA がすごい効く、虫を使って、まあ、研究してまして、今、まあ、ここに至るわけなんですけども、いやこれだけだってわけ分からんからということで、ゲノム情報とか、まあ、インフォマティクスの配列情報をどれぐらい、利用してきたかっていうことで、まあ、ちょっとフェーズ分けしてみました。で、まあ、最初は学部生ですから、そもそもそんなに利用の仕方なんて全然分からない。ですよね。で、それがまあ少し分かるようになると、まあブラストかなんとかして、まあオーソログを取ってきて、まあアライメントをやったりとかはできるようになりました。で、ここまではまあ非モデルなんで、このアワヨト自身のゲノム情報は全然ないので、まあそのこのアワヨトのゲノムデータを使うことはなかったんですけども、まあコクヌストモドキになって、まあ、当然これビートルベースっていうゲノムのデータベースがあるんですけども、まあ、そこで、まあちょっとこういった欲しいで、こういうのはないかなといって、まあ遺伝子配列を拾ったりっていうことを、まあやりまして、でここで、まあちょっと転機があって、まあ NGS データとか関連データを、まあ配列を取得したりとかして、またいろいろ使ってみたり、で今はまあいろいろ巡り巡って、今のポジションは、まあ NGS 解析依頼されて、まあ、行ったりとか、あとは、ゲノム情報ですね。ゲノム読んだやつを、まあ、皆さんに使っていただくために、データベースを作ったりとかっていうことをしています。じゃあ、まあ、なんでこうなったかってことを、まあ、最初お話したいと思います。で、最初卒論の時には、うちの研究室は、もともと伝統的にですね、芋虫とかに芋虫に寄生をする、蜂ですね、寄生蜂っていうのを研究してまして、で寄生蜂は昆虫の体内に卵を産んで、その卵を体の中に産んで、それがまあ孵化をして、こううにょうにょ出てきて、その中で生かさず殺さずをして、栄養を吸い取って、最後はまあちょっとグロテスクなんですけど、中から突き破って幼虫が出てきて、まあ、さなぎになって、まあ、成虫になってっていうことをやってるんですけども、そうなった時に、まあ、要は寄生される側の免疫っていうのが抑えられてるだろうということで、まあ、その中の一つの、まあ、因子、それに関わってるだろう因子、免疫に関連する因子を、まあ、ちょっとお前やってみないかってことで、まあ、やってみたわけです。で、まあ、まずはその非モデルですから。全く配列情報もないので、まあ、クローニングをして、で、まあ、やってみるわけなんですけども、まあこれ今になってもすごい簡単なことなんですけども、まあ他のモデル昆虫、あの時は当時は、ミツバチと、
カイコと、タバコスズメガっていう、これ、今は、ゲノムが分かってるんですけども、まあ、当時まだ呼ばれてなかったんですけども、オーソログの遺伝子が分かってたんで、で、まあ、その配列を、まあ、取り出してアライメントをして、まあ、保存性の高い領域を、まあ、見つけ出して、でそこから、まあ、逆翻訳して、宿主プライマー作って、まあ、このまま PCR して、まあ、増幅して、まあ、クローニングするってことをやってた。まあ大体ドクターコースの先輩に習いながらも まあよくわからんなということで まあ1年終わったんですけども、でまあ とは言ってもですね、まあだんだん1年間終わって慣れ始めてきて、じゃあお前前兆拾ってみるよってことで、まああのレースとかやって前兆を拾おうとしたんですけども、でこれが終始なんですが、ここでちょっと暗黒の時代がありまして、まあ、なかなかうまくいかずにですね、ほとんど M1 これに費やすんですね。もう何をやっても増えない。なんかもうプライマーも20種類か30種ぐらい作ったんじゃないかっていうぐらいで、もう本当に泣きそうになりながら、M1 はほとんど費やしました。で、まあ、おめでたく全長を取れて、あ、この時初めてあれですね、DDBJ さんの方にこのクローニングの、配列を登録させてもらいました。僕全然分からなくて、自動で本当にやれるのかなと思ってたら、いや、なんか向こうからすごい丁寧なメールが来て、これマニュアルでやってるんだっていう感じで感動したのを、覚えております。はい。それで、まあ、この因子について、まあ、いろいろ機能解析してまとめて、収集を終えました。で、まあ、分かったことは、まあ、ゲノム情報がないと本当大変ですってことですね。で、またモデル生物、まあ、ドロソフィラやとかの論文見てるとすごいデータが、まあ、揃うんですけども、この青ヨットっていうのは野外から取ってきたものですから、すごいブレるんですね。なんでこうデータもなかなか、なんて言うんでしょう、きれいにって言ったら変ですけども、まあ、なかなかいいデータが取れなくて本当に大変な思いをしました。なんでこうかけた労力の割にはこう出てくるデータのなんか良さっていうか、そういうものがあんまり報われない感じがするようなもんで、結構大変な思いをしてました。で、まあドクターになって、まあそろそろ自立じゃないですけれども、周りのこう周辺の研究のこともしっかり見始めた時に、まあ本当にドロソフィラの論文見ながら、いや、モデル生物って本当すごいなと思ってて、で一方で僕このままヨットやってていいのかなって、クローニング悪度読むことで、またこれ変な別の因子やり始めたら、またクローニングしたらすごい時間かかるんじゃないかなって、実際3年で出れるのかなと思ってて、まあ、やってたんですけども、そしたら D1 の終わりぐらいに、まあ、指導教員から「では穀物トモロキン変えへんか」という提案がありまして、じゃあっていうことで、まあ、いろいろ調べたら、あ、これは良さそうだということで、まあ、もちろん乗ってですね、 D1 の終わりぐらいの時に思い切って「えいや」っつって、昆虫を変えまして、テーマも変えました。で、まあ、国務総務機ってことで、ありがとうございます。どうも、ピクチャーギャラリーの、していただきまして、すごい使わせてもらってます。で、まあ、好注目っていう、昨日中田さんがおっしゃいましたけど、昆虫の目の中で、いろいろ目があるんですけど、その中で一番、種類が多いって言われてるんですね。なんで、まあ、一般的にそのドロゾフィラっていうのは、さっき昨日僕もちょっと長田さんとディスカッション、昨日質問の時にディスカッションさせてもらったんですけども、実はドロゾフィラっていうのは、虫の中で非常にまあ特殊なところに位置するわけです。なんで、すごく誤解されてる方も多いと思うんですけど、僕の意見としては、ドロゾフィラで出てきた、まあ、新しい生命現象とか解析した時に、それが一般的な虫全部そのものだっていう、まあ、流れが、まあ、どうしてもインセクトじゃない人はそう思うんですけども、逆に虫屋の場合はあれは結構特殊なもんだから、現象としては面白いけど、その現象がそのまま、後で僕の研究成果にもなるんですけども、それが本当にそのままその他の虫で使えるかっていったら、そういうわけではないっていう部分があります。で、一方で、まあ、好注目っていうのはすごくそのなんか最大公約数的なところに位置するので、まあいろいろ、じゃあ、まあ好注目でそうなら、まあそうかもしれないねっていう、他の虫でもそうかもしれないねっていう感じの位置に立ってる目です。
で、飼育が比較的容易であるというところで、先ほどのその鳥目、イモムシ系っていうのは、ものすごい、ガン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 餌も、収れようとですね、サナギの前になるとすごい体も大きくなって、まあ、一生のほとんどの部分を幼虫で食べるんですけども、そうするとですね、体が大きくなって食べる分だけ糞もすごいするんですね。で、そうすると虫箱の中糞だらけになってしまうので、で糞だらけにしとくと感染症にかかって死んじゃったりとか、あと餌が足りなくなるとあいつは共食いしだして、やっぱりこれ病気になるのであんまり使えないということで、毎日こう本当お世話をしてあげなきゃいけないんですけども、こいつらすごく優秀で、卵を置いといて、小麦、こいつ、あの、こ、こいつ、こ、まあ、あの、こ、チョコク害虫なんで、まあ、穀類食べるんですけど、僕らは小麦粉の、を敷き詰めてやってたんですけども、それでも入れとけば、あとは、湿気の調整だけしとけばもうよくて、全然、糞とか、糞まみれになってもずっと生きてるっていう、結構優秀なやつです。で、あと、まあ、RNA がすごくよく効くので、遺伝子の解析にはすごい持ってこいと。で、当然ゲノム配列が、まあ、決定されてまして、まあ、ちょっと興味があるものだったら、まあ、調べてきて、ちょっとクローニングすれば、ああ、まあ、アイリスも手に入るということで、まあ、これでいいだろうということで、まあ、ゲノム情報の利用して、まあ、僕は免疫がすごい興味があって、実は昆虫の部屋に入ったのも、昆虫が好きで入ったわけじゃなくて、免疫の研究をやりたいってことで、そしたら免疫の研究をやらせてくれるところが、当時僕が所属してた学位を取った研究室なんで、まあ、それで一貫して免疫なんですけども、で、免疫のことをやろうというふうに、思って始めました。で、ちょっと専門的な部分になって恐縮なんですけども、昆虫の免疫の主なそのメインの反応の一つとして、この交尾生物ペプチド酸性応答っていうのがあります。要は体の中に微生物が入ったら、それを攻撃するための、まあ、エフェクター分子が、産生されるわけなんですけども、それっていうのは実は TOL 経路っていうのと IMD 経路っていうので、まあ、制御されてます。で、まあ、こんな感じ、微生物っていうのは、ウイルスを除くと、グラム陽性菌と、心筋酵母とグラム陰性菌で、まあ、大体3つ分けられてですね、その感染のした微生物の種類によって、まあ、実は認識、ここに認識するタンパク質があるんですけども、認識するタンパク質の違いによって、スイッチオンされる経路が、まあ、違っててですね、で、ずっとこう細胞内にシグナルが通って、で、ここで転写因子があるんですけども、転写因子が、まあ、異なる種類の転写因子が活性化されるので、まあ、それに応じた、まあ、エフェクター分子、こう微生物ペプチドが、まあ、発現が誘導されて、まあ、そこに攻撃するということで、実はこれ2011年ぐらいに、TOL っていうのは、まあ、免疫の方だったら知ってると、 TLR で TOL ライクレセプターのもともと見つかってた初常媒なんですけども、それの、TOL なんですけども、ノーベル賞を、まあ、取ったっていうことで、結構、その時は有名になりました。で、まあ、こういうふうなんですけども、一方で、もう、何でしょう、清浄媒神話じゃないですけど、もうこれがもう全部全てっていうふうに、まあ、考えられたわけですね。で、僕らとしては、他の虫でやっても、まあそういう同じ系だったら、まあそうなんだろうねっていう、でも本当にそうなのかなっていうところがあって、じゃあ、まず、これと同じ、本当にこれと同じ系なのかってこと、まあ比較、そうですね、昨日から昆虫の話で言うと、比較、生物学的なところの色が強いよって言ったんですけど、やっぱり比較免疫学的に重要だってことで、じゃあトリボリューム、コクヌストモドキの中でこういうふうなものがあるかどうかってことを、まあ、調べてみましょうということで、まあ、こういったのオーソロガスな遺伝子をどんどん引っ張ってきてですね、で、まあ、RNAi を用いて、まあ、解析をしていましたと。で、まあ、まず、ちょっとこれ幻聴なんですけども、まずその下のこの、ぶら下がってる遺伝子が、この上がるエフェクター遺伝子がどんなものかなっていう、菌によってどういうふうに、上がり方が違うのかなってことで、まあ、この辺難しいんでいいんですけど、まあ、ざっくり言うと、まあ、1番、2番、3番、4番でプロフィール分けしたんですけども、4番はもう上がらなかったので、これ除外して、まあ、1番、2番、3、3種類の、グループに、
プロフィールから分かれるというふうに、分かりまして、で、まあ、この1番2番3番の上がり方を見て実際機能的かどうかってことを、まあ、調べればいいだろうというふうに思いまして、で実際はこう入れてみてガーッといって、まあ、最後格納1個して上がるんですけども、実際こう。じゃここは機能的であるとして、ここを潰してみると、当然ここにシグナルが通らないので、当然上がらないという形で、まあ、これをまあいろいろ繰り返していって、誘導が上がる下がるで見て、システムがどうなってるかってことを調べました。で、ここもいろいろ、これもゲノム情報を活用した例なんですけども、先ほど申したようにパターンが3つあって、で、その3つっていうか、まあ、全てのそのこのエフェクター分子の上流領域を、2キロ、2キロ、2、3キロぐらい上流のところをゲノム情報が引っ張ってきて、で、転写因子の結合予測っていうのを使って、まあ、予測をして、まあ、どんな転写因子がくっつきそうかってことを予測して、で、実はここの、この反応の、転写因子って NF カッパー B 系なんで、カッパー B モチーフって出されたところを、探しました。そうしたら、実は2種類の、ほぼ2種類の配列が見つかりまして、で、その2種類の配列の分離パターンを見ると、ほぼその実験のデータと一致したってことで、まあ、やっぱりこの実験のデータは正しいのかなということで、まあ、これもゲノム情報を使わないとできなかった、事例です。で、まあ、最終的にどうだったかっていうと、ちょっと、ドロソフィラの場合は菌種によってスイッチオンする経路が違ってたんですけども、実際はどうだったかっていうと、そんなことはなくて、別にその種類は何だろうと両方ともオンになって、で、どん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 、こう使い分けがなされてなかったよってことを、まあ、初めて見出しまして、やっぱりドロソフィラはちょっと違うものなのかなということで、まあ、どっちがマジョリティかわからないんですけども、一応その違うよっていうことを例を出して、まあ、めでたく、半年はみ出しただけで学位を取りました。で、まあ、これがちょっとウェットの話で、これからちょっとドライが入ってくるんですけども、じゃあ、ポスドクに就職がなかったので、しばらくポスドクでいたんですけども、まあ、じゃあ、学位のテーマを拡充しようってことで、まあ、その頃はまあ実験しながらですね、今の分野の情報を収集する、何かまあ新しいことを始めたり、ネタ探しのために、まあ、一人ジャーナルクラブなんてことをやってまして、まあ、必ず、帰る前に幻聴一報を読むってことをやってました。で、その中でやっぱり当時、そのトップジャーナルではすごい NGS をバンバン使ってゲノム解析したり、まあ、はたまたトランスクリプトも解析して、すごい迫力なんですね。で、かたや、僕の研究って本当に遺伝子決めて一個一個、本当ちまちまやってる。でも非常に、これ僕の研究は qT-PCR 使ったんですけども、まあ、それをチェックするのもすごい大事なんですけども、もうなんかもう一気にもう一番いくつのやつをバーッと調べたりとかってすごいなと当時思って。で、よくよく見ると、当時まだ昆虫、今でこそちょっとだいぶ増えたんですけども、まあ、昆虫の世界ではまだまだ未導入の技術で、入れてやるとすごい面白いよねってことで、まあ、これ使って研究したいなっていうことで、NGS 関連の論文を読み漁ったんですね。で、これですね、ネイチャーレビュージェネティクスのもので、これを皮切りにですね、すごく論文をアホみたいに読んでですね、当時読み始めたのが2013年の多分秋ぐらいだったと思うんですけど、そっからもうアホみたいにずっと読んでですね、多分200本ぐらい読んだんじゃないですかね、半年ぐらいで。で、まあ読むんですけど、実際にそのどうやって解析やればいいのかっていうのはまあ載ってなくて、で、じゃあ機構にもそもそもですね、周りにできる人もいないので、聞ける人もいないと。じゃあ、ってことで、でもなんかバイオインフォマティクスのスキルはすごい必要なんですよね。で、じゃあ、バイオインフォマティクスについて調べ始めたんですよ。そしたら、まあ、こんなものがあるよっていうことで、本当になんか渡りに船じゃないですけど、運命の出会いじゃないですけど、本当に必要だよねって思ったら、これやりますよっていうふうに出てて、わ、なんだこれって言ったら、この要はあれですね、人材育成カリキュラムで、
まあ、こういうことを、まあ、合宿みたいな形で3週間やりますよってことで、もちろんやります、もちろんすぐ参加をしてですね、やったわけです。で、ここにいらっしゃった中村靖和さんを皮切りにですね、いきなりこんなものやる必要ないんじゃないかっていう つぶやかれたことを覚えてて、いやいや、僕にとってはすごい大事なんで お願いしますっていう感じでですね、やり始めてですね、で、小野さんもいらっしゃった、中里さんもいて、で、実は中里さんが、Linux 叩くって言った時に、初めて Linux 叩いたんですけども、はっきり言って何にも分からなくて、もうどうしてで、結局覚えてたのはググれってことだけ覚えてて、でもググれってすごい重要で、今でもググってます、この時は。はい。で、ボーノさんが来て、で、実は実際に計算かけることが重要じゃなくて、出したデータに対してどうやって生物学的解釈をかけるか、考えるかってことがすごい重要なんだよとか、結構本当に熱い講義が続いて、まあ、カルドさんも当然熱い人なんですけども ということで、もうとにかくタフだったんですけど、もう皆さんやる気にみなぎっててですね、すごく良くて、で、まあ、僕の中での収穫の大きな収穫の一つとして、やっぱり必要なスキルや概念を知ることができました。やっぱり論文とか読んでただけだと、こう実際にこう何をやってるかっていうのが全然わからなかったんですね。で、あ、こういうこと必要なんだ、こういうこと必要なんだ、こういうこと必要なんだ。だから、そうするから、20数の解析ができるんだってことを、知ることができたんで、よっしゃということで、まあ、これをきっかけにですね、当然ですね、これの講習会をやっただけでは全然できるようになるわけじゃないので、これをきっかけに、まあ、バイオインフォマティックスの勉強とか、まあ、トレーニングをしようというふうに決意をして、まあ、始めたわけです。で、本当にこれ、僕、ここの場だから言ってるわけじゃなくて、これ皆さんに言ってるんですけど、本当にこの講習会があって本当に良かった。この講習会なかったら多分今の僕ないです。バイオンティクスやってません。なんで今のおかげで本当に今の通り、この講習会があったおかげで勉強始めて、スキル身につけて、で、今のポジションをゲットしているので、本当に感謝しております。で、まあ、実際に講習会後何をやったかってことなんですけど、調べてみるとすごくいろんな教材がいっぱいあると。で、まず一つが HPCL の e ラーニングのバイオメディクスコースを、これも、結構内容難しかったんですけども、これも全部見たんです。これはちょっと授業が終了してしまって、今はちょっと見れないのかなっていう、登録してアカウントもらうと、これアーカイブスみたいな形で全部見れるんですけども、これはちょっとなくなってしまいまして、残念な、これもすごく良くて勉強になったんですけども、まあ、終わってしまいました。で、もちろん、TOGOTV にも上がってまして、で、僕が一番最初に見たのは、ゲノムリテラシー講座の講義ですね。で、こういったインフォマ系の動画をですね、実験の合間にですね、YouTube で見て、しかもなんかもう、予備校の受験生のごとく、ノートを広げて、ノートの目を取りながら、わからなかったところをポチって止めてですね、ほとんど、最初と最後の10秒ぐらいだけ、飛ばして、もうほとんど全部見たんで、多分エンドユーザーの中で東郷 TV の合計視聴時間一番長いの僕なんじゃないかなというふうにも 思っちゃうぐらいですね。本当に全部見ました、止めずに。はい。で、やっぱこういうのを見ることによって、本当にああそうかそうかというふうな感じでですね、まあ知識とか身につき始めて、で、まあとはいってもやっぱり Linux とかあるとか、その情報系のことも知らなきゃいけないということで、まあ、それに合間に塗ってトレーニング、まあ、今でもやってるんですけども、一人でまあトレーニングやってます。で、まあ、結構、どんなのがいいかってことで聞かれるのも多いので、まあ、僕としては、まあ、結構、読書シリーズっていうのがありまして、で、これは、結構、初心者向けにはよくて、演習問題とかいっぱいあるんで、とにかく叩いて、演習、もう、うまくいかない、じゃあ何がダメだなって、もう一回叩いてみたいな形でやるとすごく良くて、トレーニングがいいと思います。で、あと、まあ、これはクロート向けなんですけど、オライリーシリーズっていうのは、まあ、結構その情報系では有名なんですけども、これはとにかく結構難しいんですけども、なんだろう、初心者だとちょっと難しいから飛ばしてるかなっていうところもしっかりと説明してる感じがあって、結構今は好きです。で、元のインフォマティックスやるためにやったってなんですけども、やってみるとやっぱり情報系、特にプログラミングとか Linux とかいろいろ面白くてハマってしまって、一時
正規表現って言って、こういう文字を引っ張ってきなさいとか、条件をこう決めるやつがあって、それにすごくハマってしまって、3ヶ月ぐらいひたすら正規表現の勉強をしてたっていうこともやってたぐらいで、もう今は本当に面白いなと思いながら、業務の合間を縫って今もやってます。で、あとは インフォマティックス、知識の定着で試験系ないかなと思ったら、今はこれしかないんですかね。インフォマティックスの学会認定試験っていうのがあって、で、これを受けて、当然こんな受けて、合格して認定もらったからって言ったって、全然別に実務に ができるようになったってわけじゃないんですけども、就職するときに有利かなっていうのもあって、受けました。で、そんなこんなで、少しでき始めてですね、研究にも使い始めるわけです。で、例えば、NGS 解析自身は、全然やれなかったんですけど、トランスクリプトのコンティグデータから欲しいデータの配列を取ってきてアライメントしたものがスピーシャルとか、それも要は、コンティグの配列がすごく、コンティグのそのデータってものすごく大きくて、もうはっきり言ってカオスなんですけども、それをコマンドで叩いて調べてみて引っ張り出すとかやりましたし、あと ES、これはコマンドラインではやってないんですけども、 ES でマルチファーストファイルをアノテーションして自由解析なんかをして、できるようになったなと。で、中で何が動いてるのかなとか、アノテーションって何なのかなということで、覚え始めてですね、少しずつあれは慣れてきたんです。でも一つの悩みとして、当初その NGS 関連解析をやりたかったのに、ならできてないと。で、一つの原因として、値段は下がってるんですけども、やっぱいまだにシーケンスのお金がやっぱかかりますよね。で、我々の業界って本当に、マウスとかいる方々に比べると本当にお金がない。まずポスドクがあんまりないんですね。ポスドク取れるぐらいの、資金を、まずその競争的資金っていうのが本当になくて、課金費ぐらいしか本当ないので、結局そうすると、いまだにうちの業界だと、次世代シーケンスする人って結構まだ敷居が高いので、いくらそのインフォマティクスできますよって、解析、頑張ればできますよって言ったって、金がね、やりたいんだけどさ、すごいやりたいんだけど金がねえっていうふうに言われてですね、そうすると結局覚え始めたスキルが活かせなくて、どうしようかなって。で、そのうちどんどんどんなんでしょうね、もう民間に行こうかなってすごい思い始めた。で、がっつり解析したいんだけど、もうないし、ポジションもないから、もう民間に行こうかなって思った。そんな時に、今のポジションの公募がポコッと出まして、で、これだと思って、もうこれしかないって言って、もうね、逆に言うと、もうこの公募落ちたら、僕多分この場にいなくて、この研究の世界から抜け出してたと思うんですけども、で、なんとか運よく採用して、いただいてですね、今はこの農業に関わるいろんな、外注、農業外注だったり、益虫って書いてあるんですけど、蚕とか、蚕をはじめとした、有用な昆虫ですね、の、ゲノム解析とかトランスクリプト解析を、既存のゲノム情報やデータベースを利用しながら、RNA セクの解析やったりとか、また出したデータを、再利用してもらうために、ここでも書いたんですけども、これ実はゲノムデータベースから取ってきあのそういったデータベースっていうか、そのつあの何でしょう、普通のエンドウェットの研究者からすると、これを大体重くて取れなくて、全然再利用できないしっていう感じだったんで、その再利用できるためには、やっぱりそのデータベース作ったりしてもらうと、再利用してもらえないので、データベースも作成をしてるっていう段階で、どん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 、皆さんおっしゃるように再利用してもらうための、インフラみたいなのも、作ってます。で、ここからちょっと、変わりまして、これからの昆虫の NGS データの将来ということで、敷居が高いとはいえ、もうこれからどんどんコストが下がってくるわけなんで、もう本当に何でしょう、多分山のような昆虫の家の情報の、情報や RNA セックデータがもう本当にいっぱい出てくると思うんですね。で、もうご存知の通り、本当に昆虫って多種多様で面白い現象もいっぱいあって、でもやっぱりそのゲノム情報なかったりとか、解析ツールがなかったりして、
まあ、遺伝子レベルとか分子レベルでの解析って全然できなかった。要は現象の記述の部分で止まってる部分がすごいあったんですけども、まあ、NGS が登場したっていうのと、ゲノム編集が、まあ、ひょっとしてできるようになったら、もう本当にいろんなことが分かる、遺伝子のレベルで分かるようになると思います。なんで、まあ、お宝はまだこの中にたくさんあるわけなんです。で、一方、昆虫の世界で、まあ、特に僕と同じぐらいより下とかになると、もう結局インフォマティクスの人材はほとんどいないということになると、やっぱり再利用する形できちんと公開できるかとか、本当にちゃんと解析できるのかなっていうことがすごい疑問です。せっかくいいデータ出しても使える形にしなくて、しっかり解析しなかったら、活用しきれてないわけなんで、もったいないなと思って思うので、まあ、僕がよく言ってるのは、まあ、人材育成ってことで、まあ、DBCLS の皆さんとか、DDBJ の皆さんは、本当に力を入れられてるんですけども、実際はですね、本当に若手で、日本で育成やりたいんですっていう人、すごいいっぱいいるんですね。で、まあ、僕の耳に入った人には、まあ、こういうふうだよっていうふうに言って、まあ、ただでできるから、やってみってことで、まあ、あとは、本当に気合があればできるということですね。あとは、まあ、インフラ整備がキーかなってことで、やっぱりデータを単純に出すだけじゃなくて、ちゃんと収める、解析するっていうところ、やっぱり何て言うんでしょう、普通のパソコンでできると思ってて、途中止まっちゃったりするとかで、できねえやつって投げ出す人多いんですよ。要は、リテラシーもあんまりないんですね。なんで、まあ、これからちょっと僕もこういうところの昆虫の中に、昆虫の NGS 解析やってるって身としては、リテラシーを高める活動も少ししていきたいなというふうに思っています。で、これ、僕の中村康和さんの多分遺伝研のホームページのインタビューってやつで、結構僕これ印象に残ってたのがあって、ちょっと引用させてたんですけども、まあ、本当にもっと気楽に壁を越えようということで、まあ、分野の壁を越える勇気じゃないですけど、もっと気楽に壁を越えてくれる人が少ないということで、僕は何て言うんでしょう、いろいろ新しいことを始めることに対して、こう壁はあんま感じない。それは別に本読んだりとか手を動かしは、まあ、スーパースターにはなれないっていう、もともと要はネットだけでは僕絶対研究者として食っていけないなっていう思い始めた時にインフォマティクスがあって、で、頭もいいし、実験もうまいという人はいっぱいいるけど、実験もできて情報できるっていう人は少ない、両方できるっていう人は圧倒的に有利だと思いますって書いてあって、あ、これだ、これと思って、これでいきましょうっていうことで、それでこうサクッとこういけたってことで、中村さんありがとうございます。 ということで、こういう話で、まあ、僕もこうやってインフォマティクス学びながら、まだまだ全然勉強中なんですけども、少しでも自分の研究が進んで、なおかつ、まあ、皆さんの研究の、まあ、発展に少しでも寄与できればいいかなというふうに思いまして、今日の 講習を終わりたいと思います。で、謝辞といたしまして、まあ、あの時の本当に即習講習会なければ、僕今の僕はありませんでしたので、その講師の皆さんもですね、今ここにいらっしゃる方もだいぶいると思うんですけども、まあ、特に世話人のカウドさんはすごく大変な思いをして、頑張ってらっしゃってですね、今年も参加させてもらったんですけども、すごく大変な思いをさせて、来年もぜひやってくださいということで、切にお願いをしています。それから データベースとか、まあ、研究に役立つコンテンツやサービスを作成提供していただける皆様、特に DBCS とか DDBJ の皆さんには感謝を申し上げます。あんだけ高度なものをタダで使わせていただいているというのは本当にすごいことで、エンドユーザーの側としては本当にありがたい限りです。で、まあ、最後に私の研究に関わってくださったすべての皆さんに感謝を申し上げます。どうもありがとうございました。